もう片面も焼いていきます。ちょいちょい押し付けながら。あ、これ入ってる。カメラ入ってる、はい、入ってる入ってる。あ、どうも料理のリュウさん、リュウジです。はい、ということでですね、早速やっちゃっておりますけども、この暑い日にどうお過ごしでしょうか。僕は涼んでおります。今日はですね、いい感じになってきましたので、玉名小町いいねキャベツをいただいたんですよ。でこれで最高に美味しいですね、ハイボールに合うおつまみっていうのを作っていこうと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、早速材料紹介いってみたいと思います。まずチーズ、ピザ用チーズ 50g、 ごま油小さじ2、片栗粉大さじ1、あと塩コショウ、3倍濃縮のめんつゆ、まあ、これ2倍でも、4倍でも大丈夫です。これがあの味付けの決め手になりますので、これ用意してください。あとでかけます。そして今回の主役がこの玉名小町さんですね。すっごいキャベツなんですよ。これなんでかっていうと、手のひらに収まるぐらいちっこいのにめっちゃ重たいんですよね。これ中身めっちゃぎっしり入ってるんですよ。これぐらいちっちゃいのにめっちゃ重い。めちゃめちゃね、中にね詰まってるんですよ、身がね。すごくねキャベツの甘みが強くてうまいんですよ。僕が身をもって、隙間ないんですよこれ。まあまあまあ、さっと洗ってね、これねマヨで食います。このキャベツめちゃめちゃ甘いから、うまい。ということで皆さんもぜひやってみてください。終わんない？料理作って。キャベツがうまいから、でも俺が手を下さなくても良いんじゃないの。これやった方がいいか。玉名小町このままでも十分美味しいんですけど、それじゃあね、料理研究家のチャンネルとしてやばいらしいので、ただでさえ美味しいこのキャベツを使ってですね、ものすごい美味しいキャベツ焼き作っていきたいと思います。今回玉名小町、4分の1使います。今回はキャベツの力がすごいですよ。いいキャベツにやっぱり料理人は負けてはいけないと思います。このキャベツに勝てるように自らを高めていきます。自らをね、高めないと玉名小町に勝っていきたいと。うめえ。じゃあ調理開始していきたいと思います。4分の1切っていただいて、でちょっとね、やっぱ芯の部分は少し切り落とします。はい、芯の部分切り落とすと、ここが平らになってくるんで、120から 130g ぐらい、こうねざっくりね千切りしていきます。これはね、ちょっと太くてもね、全然平気。後で炒めちゃいますからね。やっぱり切ってる感じが違う、これね。身が詰まってるんですよね、これね。で、こんな感じの千切りになりました。はい、ボウルに入れます。入れていきます。はい。片栗粉、大さじ1。入れていきます。で、お塩ですね。はい、これを少々入れていきます。2つまみぐらい入れていきますかな。はい、胡椒ですね。を入れます。ガシャガシャとね、混ぜていくんですね。全体が片栗粉にまぶさるような感じで、チーズとね、玉名小町もね一緒に混ぜて、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。じゃあやっていきたいと思います。まずフライパンに火にかけます。ごま油フライパンに引きます。こんな感じですね。感覚的にね、ちょっとこうチヂミみたいな感じに近いですね、今回ね。キャベツをチヂミみたいな感じで、チーズチビジミみたいな感じでやっていくんですけども、そのままだとチーズは固まるんですけども、ちょっと固まりが足りないので、ちょっとさっくり固まるようにですね、片栗粉まぶしてあります。こいつをドサッとね、十分温まったフライパンにドサッと入れていきます。そしてこうちょっと広げていく。大きめのフライパンの方がいいです。これはね、26、7センチぐらいのフライパンだと思う。こうやってちょっとね押し付けながら焼いていきます。そして玉名小町をおつまみにしていきます。このままでも全然いいね。芯の部分がうまい。いいですよ。これは火加減はね、中火ぐらい押し付けながら焼いてまいります。コツがあるんですよ、これね。やるときにね、剥がしにかかるんですよ、こうやってね。ちょっと入れてあげるといい感じで剥がれてくるので、こうやってね、あのこう刃を入れて、こんな感じで動けば大丈夫ですから。これフライパンの蓋ね、フライパンの蓋こう動くから、こうやって
ちの面を焼きたいんですね。こっちの面を、こっちの面こう蓋かぶせてこうやると、これでもう片面も焼いていきます。ちょいちょい押し付けながら、中火から中弱火ぐらいな感じで数分焼いたらですね、ヘラを入れるとこうやって動くようになりますので、はい、仕上げに黒胡椒を少しパラパラとかけてあげまして、で今回ね3倍濃縮のめんつゆなんですけども、本当にお好みです。お好みでこう全体にかけてあげてください。これがね、この甘みがすごくキャベツの甘みと合いますんで、玉名子町で作るキャベツ焼き完成です。はい、ということでできましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。あー、これ絶対合うな。箸でもね、スカッとね切ることができますんでね。いただきます。シェフを呼んでください。シェフを。これほったりないわ。火を入れることによってこの甘さが何倍にも引き立ちますね。これね、こんなに薄くして両面焼いてるにもかかわらず、キャベツの食感が損なわれてないんですよ。なんかものすごい新感覚な味付けですね。とにかくうまい。チーズとキャベツ、ピッとした食感にスパイシーな胡椒と麺つゆの旨味と出汁が効いてて、ほぼキャベツとチーズだけですよ。これこれがこんなにうまいなんて。このシャキシャキ感ね。あ、なくなった。じゃあお酒がなくなってしまったので、皆さんぜひ作ってみてください。じゃあ皆さん、今日の料理いかがでしたでしょうか。これねマジでうまいぞこれ。でですね、この高糖度キャベツ、あ、ぎっさり入ってますんで、ぜひね皆さん生でも炒めてもめっちゃうまいんで、ぜひ試してみてください。